インターネットでの取引がこれだけ定着した事態で対面でもネットでもとにかく消費者の安全性と利便性を高めるというアプローチが筋です消費者の安全性を確保しつつしっかりしたルールのもとで すべての一般薬品の販売を解禁いたします。規制改革こそ成長戦略の一丁目一番地です。時には国論を二分するようなこともあるでしょう。TPP 交渉への参加を決定した時もそうでした。しかし私は成長のために必要であれば、どのような 岩盤にもひるむことなくく立ち向かっていく覚悟です停滞の20年から再生の10年へチャレンジオープンイノベーションそしてアクション成長戦略によって日本経済を停滞から再生へと大きく転換してまいります現在現下の経済情勢を考えれば そんんなな時間的な余裕はありません国難にあたって法律改正は年明けの通常国会だとか税制改正が決まるのは年末だといった従来のスケジュール感に捉える発想をまずは捨て去るべきです急ぐものはこの秋にも政府として決めていきます皆さん サッカー日本代表がワールドカップ出場に一番乗りを果たしました再び世界のヒノキ舞台に立ちます日本もまた世界の中心に踊り出さなければなりませんぜひとも皆さんとともに日本をもう一歩前成長の歩みを着実にそして力強く 進めていきたいと考えております。